はい、ということでホームに来ましたね。次に乗るのは、9時45分発のこれ分け行きですか。はい、これは、エスカレーターが続いているということは1階から3階これ多分上が新幹線ホームだと思うんですけども、ね、直接、まあ、そっちにもありますけども、なんかこうなんだろう、コンコースがどちらも1階にあって在来線2階新幹線3階と分かれているという感じなんですかね。はい、なかなかこれも面白い構造な気がする。結構これ在来線ホームは長いですけどもね、福山ってなんか長い編成止まることありましたかね。最高で6両ぐらいな気がする。いや北瀬の黄色、今日はこの後呉線とかも乗るんだけど、ずっとこんなやつですかね。広島地区の新車ってどっから入ってんだろうな。はい、ということで着きましたね、笠岡。まあ私は大体この旅で西の方にまあずっと向かってるんですけども、ちょっとまあ逆走する形でね、岡山県の笠岡市に戻ってきたような感じですけども、ここはね駅前でもないのかな、まあ、近くにゲーセンがあるので、向かいましょうか。なんか地下、はい、ようこそ笠岡へ、カブトガニの町へと書いてありますね。ここが駅前北口なんですが、私が行きたいのは反対側なんですよね。線路を挟んで向こう側に、そこに地図がありますね。笠岡シーサイドモールというのがここにあるんですが、この歩道橋を使えということですね。じゃあ向かいましょうか。はい、先ほど歩道橋と言いましたけど、あの書いてあった道は地下道なんですかね。まあ、なんかこっちの方が、なんか地下っぽいので、こちらから向かいましょう。もうサテライト笠岡っていうのも確か同じ建物だったと思うので、まあ、それに従えばいいのかな。次は左ですね、多分ね。はい、ということで地下道を抜けてきましたね。こちらシーサイドモール、ここにあるプラザホル笠岡というのゲームセンターがね、まあ、今回の遠征のメインの一つという感じで、まあ、多分ねレトロ系の機種が充実していると思います。はい、まあ、どのぐらい撮影するかちょっと分かんないですけどもね、行ってみましょう。いや、山陽は本当に、貨物が多い。これから瀬戸八越えるんですかね、こいつは。
はい、こちら丸中となってますけども、まあ、シーサイドモールですね。でこっちはサテライト笠岡で競輪か、はいはい、あとオートレース笠岡って、これオートレースがどっかでやってるんですかね。はい、ということでここが国道2号線だと思いますが、もうこの辺は片側1車線でね、まあそこ、そこ、すぐそこが、もう海なんですけども、なんかなんというのかなまあついね、その辺まではすごい幹線道路という感じだったんですけども、ここは、まあ地味な生活道路という感じもしていますかね。はい、バイパスがあるのかな、どうなんですかね。一応まあ福山岡山、あたりを結ぶね、需要がそれなりにあると思いますけども、そっか、岡山バイパスがどこから始まってるとかそういう話ですかね。一応まあ笠岡市は岡山県なのでね、まあ、福山の方が近いですけども、はい。で、今出てきた、プラザパル笠岡、まあね、あの前評判通り素晴らしいゲーセンでしたね。まあ、私の知らない、まあ、初めてプレイするセガのメカスロが2つと、まあ、それ以外にもね、あの子供向けのあまり見ない機種が結構ありまして、結局5機種撮影して、10時ジャストぐらいに着いたんですけど、もうすぐ1時ですね。はい、いやもうなんかいやこれまでがね、ちょっとこの遠征ではあまりゲーセンはいまいちだったので、今日でこれは取り戻せましたね。本当あの期待通り、かなり期待していったんですけども、それがそのままという感じで、いや本当に良かったな。で、私が次に乗る列車はね、1時14分発ですかね。この後はね、もう一気に、先ほどのね福山を越えて、三原、そして三原から呉瀬に乗り換えて広まで向かいます。はい、次の目的地は広なのでね、まあ、多分2時間半ぐらいかかると思うんですけども、まあ、適当にという感じで、はい、ちなみに、まあ、三原までのね山陽本線は、まあ、ここは寝ていってもいいのか。次の呉瀬に関しては私初めて乗るのでね、まあ、景色も結構楽しみだったりするんですけども、あそこに国道2号線のおにぎりがありましたね。はい、で、私は笠岡駅に戻りたいんですが、駅のこのね西側からは行けるのかな。はい、こちら右側に見えているのが JR 笠岡駅のホーム、そしてこちら左側はもう港ですね、これはね。まあちょっとね海岸線とか見えないですけども、まあこれが海につながっているんだと思います。はい、そこには都線とも書いてありますね。海上タクシー磯渡しってこれだからね、まあここから船に乗って、どっか島に行ったりするんですかね。なんか海鳥が鳴いてますかね、どこにいるんだろう。はい、ということでここはかなり海が近いんですね。なんか山陽本線ってねあんまり海が見えない。あ、でもこの先は余裕で見えますね。そうだあの明石海峡大橋のあたりの先はもう尾道ぐらいまで行かないとねあんまり見えないような印象も個人的にはあるんですけども、ここは割と近いんですね。はい、また分け行きですね。結構乗ってますね。はい、おなんかこの錆びてる感じもまたいいですね。海が近いからどうしても錆びちゃうんですかね。はい、シーサイドモールね、ここは本当にあの海が近い、海が近い駅が近いって言おうとしたんだよ。なのでね、あのアクセスはそんな悪くないと思うので皆さんもぜひ来てください海が近いも合ってるけどね、合ってるけど違うんだよ。はい、まあ、ここはだからこのねその奥側に割と平地が広がっているので、まあ街がちょっと発展したみたいな感じですかね。はい、こちらカブトガニ、これは本物の剥製かなんかですかね。ここはカブトガニらしいですね。へえ、あー大根、そっか湾がね細長いんですね、ここはね。